ございます。カイチです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきます。こちらのシリーズご視聴いただいている皆さん、おかえりなさい。やばい、これで一体片付くかな。片付かんねえ。あー、いかんかかん。これで2体目か。普通に下手じゃん。ちょっと待った。やられる可能性大なんだよな。しまった。よし。んで、どうしよう。他を倒すか。で、大ダメージを大体。バレたか。バレたら仕方ない。くっそよし、あったー。炎の力、しまったー。ファイアロッドもない。こうするしかないな。よっ。なんか優しい。ひたすら燃やしちゃっていいのかな。なんか燃やしたら逆にダメなパターンもあるはず。スイッチが。なんでここに炎が伝えられるようになってんのかが気になる。燃やしたらあの木箱が燃えて、あれが落ちてボタンを押せたんだ。なるほどね。デスマウントかかかんじゃない雰囲気になってきてない。お、久しぶりなのか。なんだろう。2号目。ここからこうね。 OK。 じゃあちょっと時間的にもそろそろおいとましようかなと思います。今回の配信はここまでですね。ぜひチャンネル登録、高評価よ
ろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。